大谷翔平の回復過程での投球スピードが異常すぎて球界全体に衝撃。スネルは元古巣からの侮辱により精神、大谷が激怒し、厳しい警告を発する。技術を受けた選手は、通常、ピッチャーとして完全に復帰するまでに12ヶ月以上のリハビリ期間が必要とされています。しかし、大谷翔平の場合、野球界の常識を覆すかのような驚異的なスピードで回復が進んでいます。 2024年シーズン中に右肘の再建手術を受けた後、わずか数ヶ月で87マイルの休息を記録。この事実は選手やファンだけでなく、専門家たちをも驚愕させました。リハビリ段階でこれほどの休息を出すのは非常に稀であり、彼の卓越した身体能力とリハビリプログラムの精密さを物語っています。あるスポーツ専門家は、大谷翔平の驚異的な回復について、 これまでの常識を完全に覆すものであり、まるで人間の枠を超えているようだと語りました。特に、リハビリの過程で具体的な成果がこれほど早期に現れたことについては、専門家でも説明が難しいケースと指摘されています。このようなコメントは、大谷の復帰が野球界全体にどれほど大きな影響を与えるかを物語っています。リハビリは単に体力を取り戻すだけでなく、技術を向上させるための取り組みでもありました。 右肘への負担を軽減するために、大谷翔平は投球フォームを徹底的に見直しました。肘だけでなく肩や体幹にも負荷を分散させる新たな投球方法を取り入れることで、投球の精度と効率が一層向上しました。この過程では、最新のバイオメカニクス技術や 3D モーションキャプチャが活用され、肘や肩にかかる負担を正確に測定しながら改良を進めることが可能となりました。さらに、 大谷翔平自身もこの挑戦を成長の機会として前向きに捉えています。インタビューで彼は焦らず、一つ一つの課題に集中して取り組んでいますと語り、その言葉通り、日々のリハビリを着実にこなしています。過去にトミー・ジョン手術を経験した大谷は、慎重かつ丁寧に進めることの重要性をよく理解しています。これは単なる再建ではなく、さらなる高みを目指すためのプロセスなのです。大谷翔平の復帰を支えているのは、 彼自身の努力だけではありません。医療スタッフやトレーナー、ロサンゼルス・ドジャースのチーム全体が一丸となって彼を支援しています。また、ファンからの応援も大きな力となっています。SNS には、昌平、復帰してくれてありがとうや、君のプレーが戻るのが本当に楽しみだ、といったコメントが日々寄せられています。大谷も感謝の気持ちを隠さず、ファンの皆さんのおかげでここまで頑張れました、と語っています。 大谷翔平にとって家族や友人の存在も欠かせない支えとなっています。特に、妻の田中まみ子さんは、リハビリや日常生活の面で大きなサポートを提供しています。食事管理や英語の勉強を手伝うだけでなく、精神的な安定感を与えてくれる存在でもあります。大谷はインタビューで、家族や友人がそばにいてくれることが、何よりの安心感です、と語っており、その言葉から彼らへの深い信頼が伺えます。 大谷翔平の復帰は、彼自身のキャリアにとどまらず、MLB 全体、さらには野球というスポーツそのものにも大きな象徴的意義を持っています。2025年シーズンの開幕戦は東京ドームで開催される予定であり、これは大谷にとって故郷での外戦試合となります。この試合で二刀流選手として再びマウンドに立つ日が近づいていることを思うと、ファンの期待はますます高まっています。MLB がアジア市場を重視する中で、 大谷翔平の存在は象徴的な役割を果たしています。彼の試合は日本だけでなく、世界中で主張され、その影響力は計り知れません。ある専門家は大谷の復帰は野球界に限らず、スポーツ全体にとっても大きな励みとなると述べ、その存在がもたらすポジティブな影響を高く評価しています。ロサンゼルス・ドジャースの先発ローテーションは、2025年シーズンに向けて大きな進化を遂げようとしています。 その中心にいるのは、二刀流で知られる大谷翔平に加え、新加入のブレイクスネル、山本義信、そしてタイラー・グラスノーです。この豪華な顔ぶれで、ドジャースが MLB の頂点を目指すための完璧な、土台を築いたと言っても過言ではありません。2024年のオフシーズンにおいて、ドジャースはフリーエージェント、市場の注目選手であったブレイクスネルと総額1億800万ドルの大型契約を結びました。 この契約は、チームがワールドシリーズ連覇を本気で狙っていることを明確に示しています。スネルは過去の実績からも MLB を代表する先発投手の一人であり、特に2018年と2022年にサイ・ヤング賞を受賞したことは、その実力を象徴しています。スネルを中心に、大谷、山本、グラスノーといった名投手が加わり、史上最強と称される先発ローテーションが完成しました。 四天王と称されるこの先発ローテーションの強みは、その数字だけではなく、多様性にもあります。スネルは正確なコントロールを持ち、山本は日本球界で磨き上げた多彩な変化球を駆使します。さらに、リハビリ中でありながらも、大谷は圧倒的な身体能力と高速球を見せています。そして、グラス脳の豊富な経験に基づいた投球術が加わることで、相手打者を圧倒することは間違いありません。 この豪華なラインアップに対する期待はチーム内外で高まっています。フレディ・フリーマンはこれまでに見たことのない先発ローテーションだと語り、同僚のムーキー・ベッツもこの投手陣がいればどの試合でも勝つ可能性が高まるとその重要性を強調しました。デーブ・ロバーツ監督も安定した先発陣はシーズンを通して欠かせない。翔平が復帰すればこのローテーションは完璧になると自信を示しています。このように ドジャースの先発陣が持つ可能性は計り知れません。しかし、最大の課題は全ての選手が万全な状態でシーズンを迎えられるかどうかです。特に、大谷翔平の復帰はチームにとって最も重要なポイントであり、彼が再び投手としてマウンドに立つ日が待ち望まれています。一方で、スネルや山本の存在は先発ローテーションの安定化に寄与し、大谷の負担軽減にもつながることでしょう。 ファンたちもこの先発ローテーションに大いに期待を寄せています。スネル、山本、グラスノー、そして大谷が揃えば、他のチームが気の毒に思えるほど強いといった声や、このメンバーならワールドシリーズを逃すわけがないという意見も聞かれます。ドジャースがこの強力な陣容をどのように活かし、2025年シーズンでどんな成果を上げるのか注目が集まります。この先発ローテーションの活躍、 とりわけ大谷翔平を含む投手陣は、MLB の歴史に新たな1ページを刻むことでしょう。スネルがドジャースに加入した背景には、チームの計画的な戦力強化戦略があります。ドジャースのフロント陣は、スネルを中心とした強力な先発ローテーションを構築するため、彼の獲得を最優先事項としました。特に、2023年シーズン終了後の交渉では、チーム全体でスネルの才能と実績を高く評価し、 彼を説得するために全力を尽くしました。その結果、スネルを核とし、6人制ローテーションを軸に長期的な安定を確保する計画を打ち出したのです。この遺跡はサンディエゴ・パドレスのファンにとって大きな衝撃となりました。SNS 上では、スネルを裏切り者と非難する声が多く見られ、MLB 市場で最悪の契約だと契約内容を揶揄するコメントもありました。さらに、パドレスの地元メディアも、 止めるものがさらに止むだけだ。とドジャースを皮肉り、この遺跡がライバル関係を一層激化させたと報じています。それでも、スネルはこうした逆風に屈することなく、新たな環境での挑戦に意欲を見せています。インタビューで彼は、ドジャースの環境が気に入っています。プロ意識や文化、そして勝利という明確な目標に強く惹かれました、と語り、ドジャースの一員であることに誇りを感じている様子を見せました。また、 遺跡を決断した理由の一つに大谷翔平への敬意を挙げ、大谷から学び、自分自身をさらに成長させたいと意気込みを語っています。この遺跡に対する批判に対し、大谷翔平をはじめとするドジャースのチームメイトたちもスネルを擁護しています。大谷はくだらない批判はやめてほしいと述べ、スネルの実力と努力を称賛しました。また、ムーキー・ベッツもスネルはチームにとって欠かせない存在だと強調し、 彼への信頼を示しました。チームの支えがスネルにとって大きな励みとなっていることは間違いありません。スネルが新天地でどのような活躍を見せるのか、そしてフルスのパドレス相手にどのような投球を披露するのかは、